はい、中国に最前のコーナー、週刊ギャラクの和田です。おちです。はい、今週からいよいよそうですね。はい、最後の開催。今年最後の開催になりますね。はい。早いな。早いですね。中山では、土曜日にハボダンショーがあります。はい。どうでしょう。まあ、ウィン・フェニックス実績というかキャリア、そうですね、まあ、勝ち気がないんですけど、もう常にいけばしてきてますね、うん、強いメンバー相手にでも確かに、まあここでも、うん、まあ、上位が食い込んでくるでしょうでしょう、はい。まあ、その他では、まあ、シンバ中山、秋の中山でシンバ勝ちをしたリア・デル・レイ、リア・デル・ラノベの子供ですね、はい、まあ、リフレッシュ王国で成長を促してここから指導ということで、はい、連勝するようなら先が楽しみになります。それから東京でデビュー戦も結構小物感ある勝ちっぷりしたロジテイスト、はい、こちらもここで連勝を狙いますけど、なかなか味のある勝ち方をしたのでこのまま楽しみだなと、関西からもスキンガーの子供のキングズ・オブ・ザ・サンが遠征してくるなどなど、はい、まあ、なあ、皐月賞と同じコースなんでね。そうですね、うん、はい、まあ、注目の一戦ということで、はい、それから新馬戦ですが、阪神で、両決馬が激突と、はい、土曜日の7レースですね、芝戦6が組まれているんですけれども、まずはサングレアルです、はいはい、言わずと知れたリワハイジの子供、はい、ですね、ルエナビスタをしたということになります。はい、全能ロプロイなんですね、なんですね、今回はね、はい、岩田ジョッキーとのコンビでデビュー予定ということで、はい、まずはまあ人気は必死でしょうね、はい、はい、それからここに、ウォッカの下になりますね、ラテラルアープという困窮者の馬、はい、父はディープはディープでもディープスカイです。ああそうですか、はい、まあジョッキーも国家と同じく飼育士ということで、はいはい、まずはこの両月2頭の対決に注目が集まるのかなという感じでしょうかね、はい、面白いですねそれね、うん、ちょっと見、はい、注目の一戦だと思います。はい、阪神じゃないや中山ではどうでしょう。まあ面白そうなのは1008ですかね、これも土曜日になりますけれども、中山の5レース芝1008のメイクデビューがありますが、はい、はい、感触良かったらまあ教えてください。平牧ダービー、はい、国枝厩舎、ついにね名前にダービーがついてきました、平牧さんの、はい、ステイゴールドなんですけど、北村騎手稽古なんです、結構好感触で、うん、その名の通り頼むぞと、いえ、状況しからも活を入れられてましたんで、なるほど、ちょっと注目したいですね、うん、辛口の北村君が評価するんですから、なかなかの好素材じゃないでしょうか、はい、はい、ここにですね、東京最後にね、除外になったミス・アッシングという堀厩舎の牝馬、はい、まあ、お母さんいるのが活躍した馬なんですけど、こちらがそのままスライドしてくるということで、なかなか綺麗、まあ、貯めれば切れ味がありそうなタイプということで陣営の評価はこちらも高いです、はい、あとはまあクラシックメタルとか二宮厩舎のクラシックメタルとか尾関厩舎の赤の18あたりが、うん、注目かなと思います、はい、その他何かありますか。特にないですね、うんうん、中山はそんな、うん、こちらに注目ということで、はいはい、その辺ですか今回は、はい、あまり盛り上がりませんでした、はい、来週から G1 なんで、はいはい、その前に、はい、ステップとしてそうですね、はい、まあ、2歳戦たくさんありますのでお楽しみください。